こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、デニコは心霊ロケ、横沢プロダクションに出現した手がやばすぎた。みんな、デニスの怖い YouTube の横沢プロダクションに出現した手の動画見た？あれかなりやばくない？何がやばいかって、人が手を出せないところからもろに手が出てたやん。結構肉厚で普通に人間の手みたいな手。しかも約1分30秒間も出てたけんね。あまりにも衝撃的すぎたっちゃけど。で、この手、以前テレビの口を揃えた怖い話で心霊現象が映りすぎて放送禁止になったニュースあったやん。あの放送禁止になった原因がどうも横沢プロダクションで手が出現した件らしっちゃん。今回の手、出現した場所は違うらしいけど、まさにそれと同じと思う。出現した手についてディレクターの千葉氏は、残念ながら見ている人は誰も信じてくれない、やらせだとしか思ってもらえないと発言しているように、あまりにも人の手すぎてやらせだと思う人が大多数だと思う。ライトの光にも照らされてるけん、透明体とかではなく物体、物質やけんね。でもあの手を見たミルキーブルーの感想、本物の霊だと思う。何せ人が手を出せないところから手が出てるし、おそらくかなり強い霊だからこそあそこまで具現化できてるのだと思うっちゃん。そしてあの手、なんか劇団員の霊みたいにも見えると。横沢プロダクションって劇団の稽古場やん。やけん劇団員の男性の霊なのか、それか自分も劇団員と思い込んでいる霊なのか、そのどちらかと思う。実際にあの手の映像を見たらわかるけど、手の動きが演者のような動きをしてると、まるで人が霊を演じてる感じ。左右に動きながら指も滑らかに動いてるというか。やけんね、ミルキーブルーはそう思ったっちゃん。もうね、説明ができんけん、とにかくみんな概要欄にデニコアの手の動画のリンク貼っとくけん、実際の映像ば見てみてん。バリヤバやけん。しかし今回の横沢プロダクションに出現した手、衝撃映像すぎるやろ。なんかこんなことが実際に起きてしまうこの世の中、不思議よね。でもさ、この横沢プロダクションの心霊現象、ますますひどくなってきてるやん。そのうち手ではなく顔が出そうな気がするのはミルキーブルーだけ。怖くない？顔が出たら。ちなみにミルキーブルー、日曜日の3時45分開始のサッカー日本代表対ドイツ代表に備えて寝てた時に夜中不思議な出来事が起きたと。なんと寝てたら金。あ、下ネタ的な不思議な出来事やったけん、やっぱり言えんが、ごめんちゃい。とにかくこの世はまだ解明されていないことが山積みってこと。不思議よね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。